入った、はい、というわけで、はい、というわけで8月23日の、今日のナスビ TV はなんとフィッシング8大阪南店さんでナスビイベント開催中というわけで、で今イベントの特典としてこのスライドフォールジグをご購入の方にナスビカットシュー差し上げますというわけでちょっとやっていただきたいと思います。でこうやって買ってスライドフォールジグ買っていただいたやつをあの強引に外します。で、はい、出てきました、スライドフォールジグ、はい、ハイドアップのスライドフォールジグ、これのナスビカットチューンがあるんですけど、めっちゃ簡単なんでやってくださいね。まずハサミ用意します。ハサミをで、まあ、この基本的にこのラバーをしっかりまっすぐまずやります。で、こっからなんですけど、ナスビカットチューンめっちゃ楽で2回しかハサミ使わないです。まず1本目、この針のこの一番下の部分に合わせて、下の部分の高さは下の部分で、切る位置は前半の、わかります、この前半の半分、これをスパッと落とします。はい、これでこの、ま、この横目で見たら前側半分が針の下側まで行きました。で、もう一回で切るんですよ。で、それが今度後半の部分、このラバーが後半の部分あるじゃないですか、この後半の部分の後半の部分の真ん中をにハサミを入れます。で、これはだいたいさっきのロットの、フックの下ぐらいじゃなくて、フックの下からちょっと気持ち下に下げます。で、ここをこの後半の真ん中だけを落とします。はい、できました。これがナスビカットチューンです。もうパッと見ちょっとあのスモラバっぽいでしょ、なんか。で、この長いやつ、中間のやつ、前の一番短いやつっていうのがあって、これがスライド、スタッカーワイドとかにセットするとすごいちょうどいい。これがナスビカットチューンでございます。皆さんもぜひお試しください。というわけで、今日のナスビ TV でした。